ちらは前節の甲府戦から3人スタメン変更、ゴールキーパーポープウィリアム、奥山正幸、チャンミンギュ、そして今日は池田ジュラとスタメン復帰、左に尾長です。平川優、高江、そしてこちらも久々9試合ぶりのスタメンの下田北斗、さらにエリキを今日は中盤に、ミッチェル・デュークが戻ってきました。そして荒木との2トップの予想、4-4-2の並びを予想しております。ゴールキーパー田代、黒木、江崎、そして今日は大西、こちら移籍加入後初スタメンです。藤田一斗、上村、竹本、そして平川玲が好調の前線、島村、石川、松岡、リムをコントロールいたします。そのあたりもボランチ出身の佐藤さんに、まあ、試合中に見ていただきたいと思います。はい、ワンタッチ下田、いいですね。ここも中つながります。高江、裏を見ていたエリキ、中にはミッチェル・デューク1枚、荒木も斜めにゴール前に入っていきます。逆サイドから平川玲サポート、高江左足クロス、スルーをしてミッチェル・デューク落としてミドルシュート、奥山雅之ミドルシュート、右足一閃、リフレクションもありましたが先制ゴール、ネットを揺らしました。早速松田先生、開始8分、やはりこのペナの中でやっぱりこう強さ発揮できますからね、ミッチェル・デューク、まあ、それに対してもやっぱり前向きなサポートですよね。はい、で思い切って右足を振り抜いて、まあ、リフレクションありましたけど、はい、しっかりゴールに流し込んだ感じになりましたね。町田らしい得点でしたね。さあ右サイドから藤田、上村ダイレクト、池田ジュラ、石川キーパー、もう一度、ちょっと風もあった、日差しもあったが、ね、ちょっと池田の対応が不安定なものになりました。はい、ここをついた石川、決定機でした。ミッチェルデューク落とす、平川優クロス、こぼれ球、左足、ミッチェル・デューク自ら左足、今度はフィニッシュまで行きました。常に一つ起点になって、まあ、最後作業しますよね、もう一個、はい、このヘディングで落としてから直接狙うか、あるいはデザインしてくるか、平川レイ直接いった、ポストの左、エリキのプレッシャー、ノーファール取り返した、エリキ、ミッチェル・デューク、ワンツー、エリキ抜けたチャンス、エリキ左足、キーパーナイスセーブ。まあ、ここでやっぱ平川選手ボールを持てるんで、ボールを持った感じのところやっぱ狙われましたよね。まあ、そこから2人での、カウンターですけど早かったですね。さあ、それに対して田代選手の寄せた判断良かったですね。はい、もう一度ここで縦パススイッチを入れます。石川、落としたボールを取り返して、町田、荒木、エリキ、さあそしてダイレクト裏へ、ミッチェル・デュークチャンス、胸コントロール、ミッチェル・デューク倒れて外です、笛が鳴りました、ね、そしてPK スポット刺しました。胸コントロールのミッチェル・デューク、後ろから対応した大西のファールですが、この場所ですね、ここだったら外ですね。町田追加点、落ち着いてましたね。エリキ、前々節の大分との首位攻防戦以来となります2試合ぶり、早くも今季4ゴール目、大きな追加点がホーム町田に入りました。2対0、まあ、体は右側に向けておいて、はい、ひねって左側って感じですね。そうですね、拾います。黒木、石川と大崎がゴール前、いい、ね、平川玲センターへ、フィニッシュ、上村ダイレクトの右足、枠のわずかに左、これ相原選手だと思うんですけど、この一つ前はアーリークロスを選択したんですよね。はい、まあ、それによって町田の選手たちはまたアーリークロスが来るっていうところで、違ったプレーのことでシュートに持ってきましたよね。はい、大崎が行きます、取り返す、大崎、ハイダー投手、石川切り返す、石川まだ行く、石川が行った、浮いた、フィルリッシュ、プッシュ、クロスバー、相原のヘディング、クロスバー、こぼれ球ヘディングプッシュするところまで迫力ありましたね。はい、ここ石川選手狭いところ突っ込んでいったんですけどね、シュートは持ってきましたね。
あとそれに対して相原選手もヘディングで反応しましたけど、はい、もう少しでしたね。上村、相原です。上村、相原あります。左足、左足フィニッシュ。キーパーセカンドプッシュ、マナール左足、大崎当たらない。大崎、マナール、大崎のこぼれ球詰めた左足は当たりませんでした。かなり可能性上がりますね、大本、ミトルは打たずに黒木のオーバーラップを流します。相原、相原のクロス抜けるクッチ、いいボールですね。石川フリックして流し込んだ。1点返した熊本、88分。いいボールでしたね。いやーパーフェクトじゃないですか、パーフェクトですね。高さもそうですね、しっかりと合わせましたね。石川もちょっと反りながらよく合わせましたね、はい、触りすぎちゃうと外れてしまいますから、町田は少し上げたいですね、ライン、大西早めに入れてくる。こぼれた、ダイレクト、キッパー、よく触った。相原のダイレクト、ホープウィリアム、いやよく触りましたね。素晴らしいセーブを見せました。これがあるから町田をライン上げたいですよね。さあ間もなく目安の7分台、大西からの斜めのボール、相原セル折り返す、来たか、石川が入っていました。まだセカンドボール、大本の前、中島カンフーキックで蹴り上げたところでタイムアップのホイッスル。逃げ切りに笑顔の黒田剛監督、町田連敗はしない町田、これで今シーズン8勝目、首位堅持。ゴールデンウィーク連戦の初戦、ホームで見事にホームのサポーターに勝ち点3をプレゼントいたしました。